湘南モノレール5000系電車。湘南モノレール5000系電車。湘南モノレール5000系電車は、2004年、平成16年に登場した、湘南モノレールの懸垂式モノレール車両。全車が、三菱重工業三原プラント、交通システム事業センターにて製造されている。第一編成は一編成のみ在籍していた400系の置き換え用として製造され、 2004年6月より営業運転を開始した。予備車的な扱いだった400型と異なり、500型と共通に運用される。以降は500系の置き換えを主目的として2007年、平成19年に1本、2009年、平成21年に1本、2014年、平成26年に1本、2015年、平成27年に2本、2016年、 平成28年に1本が導入された。制御装置は、イベット阻止の VVVF インバータ制御となり、両開き扉も初めて採用された。全面両側の窓は拡大され、側面窓周りと共に周囲が黒塗装となった。窓配置は500型と似ているが、扉間の戸袋窓が廃止されている。側面には、車両番号表記がなく、車門のみ掲出されている。 全小灯、微灯は角形となり、黒い円が付いたケース内に収められた。帯色は、第二編成以降の全編成で異なる色を採用することとなった。客用ドア間の窓配置や窓の形状は500型に、順ずるが、その他の点で、在来車両と、大幅に異なった仕様とされた。特徴を以下に記す ?2004 年、平成16年4月に5001編成。 現在の5601編成が搬入され、6月24日に営業運転を開始した。案内車輪は当初、千葉都市モノレール1000型と同一仕様であったが、2006年、平成18年7月に500型と同一のものに、換装された。これに伴い車両番号も5001から5101から5002から5301から5201から5302に変更され、 5300型として運用されている。2007年、平成19年12月5日からは、500系の置き換え用に、第2編成が営業運転を開始した。同編成は、5500型、車番は5503から5203から5504と称され、帯色が従来の赤色から青色に変更となっているほか、湘南ブルーラインという愛称が設定されている。 湘南モノレールの車両に相性が設定されるのは、この編成が初めてである。前日の通り、この編成より、連結面に、貫通扉が設置されるようになった。2009年、平成21年8月20日21日には、後日の衝突事故のため2008年から旧車中の、第二編成の代替車両として、第三編成、湘南グリーンラインが搬入され、 10月13日に営業を開始した。第2編成の事故を受けて、VVVF インバータ装置に改良が加えられ、情報記録装置が搭載されたことから両戦当車の車番が5605、5606となっている。第2編成も、第3編成に順じた改良を受けたため、5600番台、5603、5604に改版された。2013年、 平成25年12月15日からは、マスコットキャラクター、書も単語各所にデザインした、書も単語として運行されている。2010年、平成22年3月に、約1ヶ月の試運転を経て、結果が良好だったため、第二編成が復帰。これで5000系は3本体制となった。2010年、平成22年4月頃より第一編成が、 運用を離脱、貫通扉設置改造を受けて9月に復帰した。この改造で両戦闘車の車番は5600番台、5601、5602となり、全編成の戦闘車が5600番台で統一された。2014年、平成26年2月には、4年半振りの増備車となる第4編成、湘南イエローラインが搬入され、 4月14日に営業を開始した。この編成からは優先席の色がオレンジ、グレーとなり、扉先端に黄色のテープ、扉下部に黄色のタイルが貼られた。また、デッドマン装置の変更に伴いマスコンの形状が変化した。2015年、平成27年9月には第5編成、湘南パープルラインが搬入され、11月16日に 営業を開始した。2015年、平成27年12月には、第6編成、湘南ブラックラインが搬入され、2016年、平成28年2月19日に営業を開始した。2016年、平成28年3月には、第7編成、湘南ピンクラインが搬入され、5月28日から営業を開始した。この編成は、 乳がん検診推進運動、ピンクリボン活動と連携する鉄道車両都市、ピンクリボン号という愛称が別に付けられ、運動団体、ピンクリボン神奈川のマークが側面に入ることとなった。この編成の導入によって551編成が引退500型は形式消滅となり、所属車両が5000系に統一された。2008年、 平成20年2月24日に西鎌倉駅付近で第2編成ブルーラインが停止信号を無視して某進むし分岐器に衝突する事故が発生し本形式は運用を一時的に離脱した第1編成は同年7月10日に営業運転を再開したが事故当該車両は原因究明のため2年間運用を離脱することになる 分析の結果、2台ある VVVF インバータのうち1台が、ノイズによって、運転の操作を認識できなくなり、立候状態のまま固まるという誤作動を起こしたためで、あろうと推測された。回収の上で2010年2月26日から、試運転を行い、問題がなかったため同年3月23日に、運用に戻った。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。